お待ち中だよ。今日はね、可愛い服を自慢したよ。ちょ、ハビッチ。行こうか、メス小屋釣りの時間を。さじめようかみな。さあ、行くぞ、お前たち。もしもし。あ、もしもし。何してた今日は。今日は学校行ってゴロゴロしてた。帰ってきて。何歳今。今は18です。高3。高3。何歳。何。24。お、お兄ちゃんだ。お兄ちゃんの降臨だ。何か部活やってた。え、部活。うん、部活やってたよ。何してたの。え、バスケのマネージャーです。え、絶対モテたでしょ。え、そんなモテないよ。え、正直。でも本当にえ、なんでモテたと思うの。え、イメージ。モテないよ。そのイメージは間違っている。なぜなら私は男だ。彼氏は。彼氏もいない。本当。本当。彼氏欲しいもん。いつ来れないの。え、ずっといない。本当に。こう、そうなの。1年ぐらいいないです。あ、そうなんだ。そうそうそう。え、絶対モテるでしょ。なんでそんなモテると思ってるの。偏見。なんで。え、名前なんて呼べばいいですか。え、内緒。内緒ってなんだよ。ジェイス君でいいの。何すんのこれから。圧倒的スルー力。え、何する。え、お話しするんじゃないの。暇すぎたんでしょ。え、何しようと思ってたの。え、なんかすることあんのかなと思って。ないよ、全然。暇すぎるんじゃん。あ、暇すぎる。え、どんな格好してんの今。格好今、うん、なんか、なんだろ、部屋着一枚。パンダさん、寒くない。え、めっちゃ寒い。寒いんじゃダメじゃん。半袖だから。え、絶対寒いじゃん。そう、めっちゃ寒いんだよね。なんで長袖着ない。長袖なんか今しまってあって、ずっと夏のままだから。え、絶対出す時期でしょ。いや、でも半袖着やすいじゃん。いや、まあ着やすいけど風邪ひくじゃん。風邪ひくかな。風邪ひくでしょ。風邪ひいちゃやだね。え、絶対風邪ひく。マジ？ひいちゃうこのままだと。ひくと思う。マジか、やばいな、それは。やばいでしょ。え、でもめっちゃ可愛い服なの、半袖で。めちゃめちゃ可愛い。あ、そう？そう。お気に入り？そう、めっちゃお気に入り。え、ちょっと見せてよ。え、いいよ。見せます。よいしょ。カメラオンにしますね、うん、見えるかな。パンダさんの服なんだけど。見えた。ほら、パンダさんの服。でもめっちゃシュールなんだけど。可愛くない。その表情がなんとも言えない。そう、めっちゃ可愛い服なんだけど。絶対長袖着るべきでしょ。いや、めっちゃ、でも半袖が最高なんだよね。肌白いし。肌白いかな。うん。え、そんな白いの私って。え、白くない。本当。うん。でも絶対美人さんでしょ。絶対美人さん。見る。ちょっと見せて。こんな感じなんだけど。鼻に突っ込んでる。いや、鼻毛が入ってる。かわいい。ほんと。おお。とか言いやがって即切りかよ、この野郎。